はい皆さん今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。 えー、マーゼルというグループが出来上がるまでのドキュメンタリー映像「ミッションミッション」というのをですね一から順番に見させていただきながら勝手に思うままにお話をしていく動画でございますけれども今回はエピソードままでやってまいりましたいよいよですね、えー、皆さんがスカイハイさんに選ばれた方たちそれからラン君、えー、海流君生徒君さらに BMSG のトレーニーの皆さんが集まって 合宿に入りますよというのがこのエピソード8になってくると思いますので早速行ってみたいと思いますが今回の動画も33分04秒ありますのでまあ途中でいいところでね止めさせていただくような形になると思いますけどそれでは行ってみたいと思います早速ミッションミッションエピソード08サマーキャンプビギンズという動画です行ってみましょう再生ポン新大阪の駅みんなが 大きなね。スーツケースを持ってド土塀火力お願いしますと。とバスに乗っかって、皆さん3週間に及ぶ夏合宿がスタート。後方生たちは様々なミッションと3回の審査を経て、デビューメンバーが決定するという。で、えっとけてえっとけて。まあチュアビターと聞かれた。もう絶対に離さないで、ね、マレックをかけろ、ちょっと音量を調整してますよ。はい。 明日その足がいつか増えていたとしてもだいぶ覚えてきましたねこれねさあ BMSG というロゴが出てエピソード08サマーキャンプビギンズさあお邪魔しますと生徒君くんかな入ってきましたよざーっと自己紹介改めてしていってもらおうかな3週間ですこれね直君僕は 昭和五年生から八年間ぐらいアイドルの練習生をしていましたリュウキ君小さい時からダンスをやっていて小学三年生から芸能のスクールに通っていたよ、うん、誰大輔君名前の由来は松坂大輔君からだってへえわホテルでベッドにゴロンするよねこれね <laughs> したくなる えー、みんなでいろんな成人だ、成人とかね。18とか。あ、みんなで。あ、なにこれ、ゲーム UNO じゃない、なんでしょうね。トランプ <laughs> やりながら、みんなで仲良くなっていくカード所持しています。もう <laughs> みんなそれぞれね、探り探りね、やっぱり、個性をぶつけていきながら仲良く。あ、みんなで焼肉出た。バーベキュー。 すんごい火出てるけど、炎上してない。<laughs> ありましたね、ザ・ファーストの時もね、こう、B、ーファーストさんじゃない、スカイハイさんがね、みんなと一緒にお肉を食べて、さあ、みんなで、お、お肉を食べて、柔らかうまと、まだね、ちょっとね、お名前が全然わかってないんで、ちょっと皆さんにね、お届けできないお名前が、映像でご確認ください。おわ、でもおいしそうなお肉焼いてますよ、これ。 で,でででででで、<laughs> 海力くん、<laughs> 海力くんチャチャ入れてます。でてけててけてててさあ八月の八日。あ、みんな名前つけてくれた。大輝くん、英気くん、聖聖徳くん、カノンくん。お、カノンくんが聖徳くんのやつを変えて。はい、ランくん。ゼッケンをねピタッとつけて。ご無沙汰でそうね。BMSG の オーディションあるあるるですよねこのゼッケンでも名前分かんないとねやっぱりサランくんオーディションだなって感じしますとこれをつけるとね竜樹く君楽しみがいっぱいで今の自分と合宿を終えた自分のスキルの差がだいぶ違うと思うんでりょんりょん先生やマニーさんとかすごい方々が教えてくれるのがめちゃくちゃ楽しみですうん直君 あ大阪でダンスするときはこのスタジオ借りてた。なるほど。馴じみのあるスタジオなんですけどと。全く違う雰囲気に見えます。そらそうですよね。あ次のレッスンが早速ボイトレと。直哉くん。すごい。皆さんからも、すごいということを聞いてるので、おお、りょんりょん先生が、僕も厳しいことをたくさん言っていただいて、うん。どん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 成長したいなというふうに思ってますと。さあ りょんりょん先生。りょんりょんで。<laughs> テンション高い。カメラに向かってもらっうう、えー、なすき先生が、やりやすいように、あんたたちをしごきます。と。<laughs> 先に伝えておかなきゃな、とは言え。プロとアマチュアの差はなんだおだって歌が好きだったらさ、と、ただ歌ったらいいじゃないと。なんでプロになりたいのと。お カラオケは自分で楽しむために自分でお金を払ってライブはお客さんに楽しんでいただかないとお金を取っちゃいけないなるほどお金を取って楽しませる、うん、ってことは人のことを考えられる人じゃない限りプロになれないですなるほど喋ってる時から注意したり LINE を送ってきてくれるときから、うん、なるほど。なるほどね。先生はすごいうるさい人なんですと。その礼儀こそが、その先生の、えー、りょんりょんりゅうって言ってるんですか。真偽対。うん、なるほどね。じゃないと、人に愛されるアーティストにはならないですと。うん、自信たっぷりに、感じよく、それは、 余裕の笑顔と言います <laughs> みんなで余裕の笑顔から始めて。なるほど。<laughs> 口角上が、口角上がったまま行きたいね。<laughs> 難しいね。これいきなりみんなやらされる <laughs> 恥ずかしいよね、それは最初は。お前なんかには負けねえよって顔だよ。<laughs> いい顔してるね。 直人さあみんなでわきの歯はあねこかなはいあっ勇気開かないでああいいねあじゃだから疲れるここがポニーテール筋ここが疲れるはおお 歌の時のアドバイス全部入ってくる。はおおおーおーおおおーおーおー面白い発声始まりましたよ。おー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 みんな、うわタクト君足指で踏ん張ってろと。直おくん、押されて。おー 押すぞ。なんだよと、海竜くんも。ラン君。お、頑張ってますと。<laughs> 生徒くん。おいしょおいしょ。力はない <laughs>。ラン君。ちゃんと手やれよ。私たちは怪獣、野獣。は、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 先生の見を見まで全部やってやだ。は、いおりもいい表情してるね。おー、おー、ほおーお,ーおー おおおおおすごいいい絵だと思うリゅんリゅん先生いい絵だと思うよこれはリりゅリりゅ先生課題曲はい蘭くんせいとくんくんは実はすでにやったことがある一同曲ですで出た ファンタッタレテッテン」「ツッテッテン」これね結局あのマーゼルのね新しいっていうかデビューシングルの3曲も入ってましたもんね。「テつツてテテ3人が知ってるからといって有利になるということは全くありません」と「知ってる分期待値が上がってると思ってください」とうん。

ランくん海竜くんさあダンストレーナーマニーさんさあみんながこう回りながら「と」と「と」「と」「と」すごいねみんなところせましといっぱいね動きみんな狭いとこで覚えながら手打てうわトンかっこいいね。

教えてますよ番は覚えてないおりくんがね竜輝くんに突っ込んで前回は自分のことしか考えずに進んでいた蘭くんです蘭くんがお話ししてますどっかで焦りとか不安が表立って出てしまう,うんことが多くて良かれと思ってやってたんですけどとよくよく考えても 自分が全部やってしまったら、えー、自分のことしかならないね。全体の色を壊してしまうんじゃないか。なるほど。骨組みは、えー、ちょっとサポートして、うん。あとの肉付けの部分は、みんなそれぞれができていけたらと。みんなの個性がそのまんまで。みんなの共通意識っていうね、形はそのまま残るから。いいパフォーマンスになるんじゃないか。なるほど。 そこをみんなで分担できればいいんじゃないかっていう答えがたどり着きました。なるほど、素晴らしい。さあ、龍ゅうくん、話しやすくて、結構仲のいいグループみたいな感じがチーム A にはあると。龍ゅうくん、おおいいですね、龍ゅうくん。みんなできるまで教えてくれたりする、うん。苦手なところを逆に得意にできるように。 うん、そこを磨きたいとかそこばっかり意識してます素晴らしい竜巻がさあチーム B は A 君直哉君生徒君浩平君優君と終わるわけにはいかないよとこのダンスは浩平君しゃべる声いいね響きがさあ音流しながら A <laughs> <laughs> 君ももうねいきなりやったばっかりですもんねああ 朝まで稼す未来を打破、ひぶたが世界、輝け世代、愛を。うん。ああいいんじゃないと聖徳くん。<laughs> いきなりねやっぱり聖徳くんめっちゃいいと思います。もっと手間取ったりするかなと思ったけどめっちゃうまくいってお、それこそずっと言ってたように。 何人か落ちるかもしれない3人が落ちるかもしれないなるほど、うん、B チームのことをすごい考えてなるほどラン君と同じこと言ってるチームを考えてさあ直哉君歌だったりダンスが上まかったりそういうバランス E グループが ABC 並んでて、うん、ラン君とカエルくんが一緒にパート、うん、この上手い2人と比べられるわけじゃないですかなるほどね えー、頑張ら古屋くんます,君言ってます英樹君がほんまに初心者と思えないぐらい「英樹くんすごいねキレが動きが分からへんとこがあったら人に聞いてたくさん吸収してとこすごいよくなっていってるし、うん、最初の振り入れからダンスついていけたりす,おおすごい才能を持ってるなと英樹くんめっちゃいい」ってみんながね英樹くんの練習見て。 自分が思ってるようにめちゃくちゃうまいから <laughs> すごい。ありがとう、<laughs> 嬉しいね。みんなでこう、拍手して盛り上げてね。素晴らしいですね。さあ、この声は誰だ全員で力を合わせてって、あ、そのエイキ君か、えー。4人に引っ張ってもらってるっていう、うん、現状ですね、と。家族だったり。 チームスポーツやってたので、そのチームメイトだったりおと、教えてくれる大人の方だったりと、一人では生きてこれなかった。うん、うん。周りの大切さを、なんか今までの人生で結構学ぶ瞬間が多くて、おできないこととか、自分じゃ気づけない部分とかも気づけるのがチームのいいとこだと思う。うん、それをやってて、 楽しいですねうわすごいねえきくんさあそしてチーム C ははやとくんかのんくんかいりゅうくんたくとくんそしてだいすけくんとせでやね鏡見ながらみんな踊っててん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 とうんだくんが結構大輔すけくんはマ,マスクの位置が上でね 前髪も降りてるから、ほとんどお顔が見えませんよね、これ大輔くん。ほぼマスクですけど。ればいい、okay。さあ、そしてまた、カエリュくんがこう、歌うふりをしながら、カエリュくんが、わりかしみんな自分自分にならずに、楽しげに見直してくれてると。タクトくんは、と。 まずダンスは半端ないように聞いてたので、うん、寡黙なタイプであると思うんですけどとタクト君ね、うん、聞いたらすごい提案してくれるし、うん、ダンスの面では確実に引っ張ってくれてると思うんで、うん、あ一緒に、ね、やりつつ甘えつつ、うん、僕も結構聞いたりしてるんでいいねそのタクト君昨日とか教えて教えてってきた時は本当に自分 普段自分が教えてる時みたいに、あ、普段から教えてるんですね。その時は先生モードのスイッチが入って、うん。あ、ここそうじゃないとかね。先生としてやってた時の感じになっちゃいますね、と。うん、フラットに接して。はやとかも頑張って覚えてます。ダンサーとして肩にはまらずにずっと挑戦してみたいな、と。 思ったのがこのオーディション。タクトくんもハーってやってます。うん。ハヤトさんについて。トムです。ハヤトくん出てきた。トムです。ハヤトムとハヤトムと長いということでトムとムになったんですか、ね、えー、それも長いということで。トムで <laughs>。 キャラクターすごいね。もうみんなに愛着が湧いちゃってるもうすでにね。トム。仲間でもあるし、ライバルでもあると思うんですけど、と。うん、ハヤトく君、難しいところで、感情移入しすぎると、うん。お別れになった時に、うん。戦わなきゃいけない時とか、影響が出てきてしまうとは思うんですけど、と。共同生活なので、仲良くしたいし、うん、難しいね。家族みたいなものなので、 難しいんですけど、うん、同じ夢を持ってる仲間なのでそれを持ったら一緒に頑張ろうと、うん、ライバルよりもね。さあということで今17分23秒まで来ました、えー、合宿に皆さんで入ってですねそれぞれチームに分かれてという。 練習が始まったところですけどもやはり私はボイストレーニングのこう、ね、インストラクターやらせていただいてるので、まあ、りょんりょん先生にどうしてもこうね注目をしてしまいますけどあんな「おお」とか私あの20年ねボイストレーニングやってるんですけど一回もやったことないやつあれあの。私が教えるときにやったこともなければ教わってきた時にもやったことのない。 あれは多分、まあ、その前にね口角を上げてとかねこの私もよく上の前の歯が見えるようにって言いますけどさっき遼寧先生横まで見えるように言ってましたねだから相当いわゆる口角を上げないといけないと思うんですけどああいうのとかもう一個その「おーおーおーおお」っていうのは多分ね遼寧、えー、先生もお話しながら言ってますけど恥ずかしさを取る練習というのもあると思うんですよねで、まあ、私が見てる生徒さんたちでもよくあるんですけどやっぱりこう口を大きく開けましょうってなるとどうしても顔の表情もね こうちょっと頑張ってる感じになるのでそれがこう恥ずかしいなみたいに思われる方ね言ってくる方も結構いるんですけどでも、ね、例えば野球のピッチャーが思いっきりボールを投げる時にもう顔がグーッてなったっていいボールがいったらやっぱりカッ 濃い表情になるわけですよねそれと同じでうまく歌えてない人が顔だけガーッとかなってたらそれはもしかしたら恥ずかしさあるかもしれないですけどちゃんとかっこいい声が出ててそれに伴って顔がうわとかねさっきの「おーッとかに、えー、なってる部分はそれはもうやっぱだからまあその恥ずかしさをとっていくということもあるのかもしれないですけど。 やっぱアマチュアとプロの違いは何だとかちょっとこう座学というかね皆さん座りながらこう先生の講義を聞くみたいな時間もありましたけどあれやっぱりこうねプロデビューを目指す皆さんの合宿としてはまあ必要なお話だと思いますね。今そそれこそインターネット上でで自分どどんどん歌も 作った楽曲もアップできる時代ですからなんか楽曲とか、ね、歌声が良ければ有名になれるんじゃないかみたいな実際そういうこともあるかもしれないですけどでも根本的にやっぱりねプロとしてミュージシャン、えー、ボーカリスト、えー、プロお金をもらってやるということは一どういうことなのかということをああやってしっかりとね学ぶっていうのはすごいいいことだなと思いますし私もものすごい勉強になりました。 レッスンの中でも存分に使わせていただこうと思いますけれどいろいろ先生いいですかね。はい、まあ、でも確かにカラオケは自分でお金を払って自分が楽しむために行く場所ライブはお金を払っていただいて皆さんを楽しませる場所大きな違いですよね。はい、ということで皆さんがこの合宿に入ってどんな風な成長をしていくのかそして誰がこう残っていくのかということも含めて続きはまた明日以降見させていただきたいと思います。今回はエピソード 8の前半戦見させていただきながら思うまにお話をさせていただきまして皆さん今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。